今回は「歴史の十字路に立って」を紹介します。平成27年は大東亜戦争の敗戦から70年サンフランシスコ条約発効後日本は独立を回復したことになっているがそれは虚構ではなかったかこう主張する石原慎太郎氏は少年時代の戦争の記憶 日本人としての敗戦の屈辱感を原体験とし、囲碁の自身の人生を戦後日本社会と重ねながら伴走してきた衝撃のデビュー作「太陽の季節」ではピュリティという青春の価値を大人たちに叩きつけた。また青年作家としてベトナム戦争を取材した際には、日本の亡国という危機感を抱き。 祖国のイメージ回復を掲げて国政の場に飛び込んだ地雷石原氏は日本の政治風土の中で得意な存在として直演行動を続ける東京都知事就任そして再び国政に復帰して政界引退を表明するまで圧倒的な存在感を発揮してきたその石原氏に 戦後70年を迎えようとする日本はどのように映っているか作家政治家として時代と格闘してきた著者の書き下ろし次女伝。日本国への遺書読んでよかった我が国に石原慎太郎という人物がいることを日本人として嬉しく思ったそれに比べて現在国政の場で繰り広げられている 集団的自衛権は憲法違反しかじかの議論というか野党政治家の空陸論のなんとアホらしいこと危機が眼前に迫っているというのに現在の情勢にあっていない平和憲法とやらを守り抜いて国を滅ぼす気か政治家だけでなく我が国の憲法学者って こんななののしかいないの本書は石原氏による日本国への遺書だと私は受け取ったが現在の貧困な状況を見るにつけまだまだ石原氏に行かれては困ると思うのは私だけではあるまい。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったら、 チャンネル登録をお願いいたします。